そうです、で僕の卒論はジャック・ケルアックだったんです。あ、そうなんだ、うん、路上これでかいです確かに。カウンターカルチャーの入り口として、まあ、ロックっていう音楽とビート文学は非常に大きいですね、はい、これはでも影響ですわ。ちょっとかじったっていう話じゃないねそれじゃ、まあそう、うん、影響でね、うん、あジャッケルロックについてじゃあちょっと一言、はい、あの一言で言う終わんないかもしれないですけど、うん、その路上とかね、うん、初めジャッケルロックやギンズバーク、どこが素晴らしく、どこがあの影響を受けた部分なんですか。影響を受けたって言葉でなくてもいいですよ、まあ、とりあえずそういう質問しただけですから多分、うん、ここが重要と、ここ生かしどころだとか、はい、端的に言うと、うん、自由というキーワードですね、うんうん、でロックにしてもビート文学にしてもその煮詰まってきた文明社会の中で何か脱出というか脱却するポイントを人間らしさがの中自分の中のこう人間としてのうめきをどうにか形にしたかったんだと思うんですよ。でそれがこう抑圧感を感じている10代の後半にすごく響いたんですね。だからアメリカというものからすらも脱出しようとしている、うんうん、その巨大な文明っていうものからももう何か違うところへ行こうとしている、うんうん、だけれども彼が選んだのはアメリカ中をくまなく旅して回ること、うんうん、で僕がツアーをして得たような体験、あアメリカは全然一つじゃない、うん、いろんな人がいるんだっていう中で、うんうん、より人間っていうものをまっすぐな目で見ていく中で当時タブーだった黒人との付き合いとか、うん、ネイティブアメリカンとの付き合い、うん、あるいはそこの女と付き合ったりとかを赤裸々に文章にしていく、うんうん、でそこでなんか浮き彫りになるのはなんかもっとフラットな、まあ今僕が地球意識と言ってるようなもの、人間ってもっと素敵なものじゃないか、うん、ナショナリズムとかでこう戦い合うんじゃなくて僕らはこうやって一人一人もっとつながり合えるし尊敬もできるし意味嫌うこともできるしっていうのをすごい生々しく描いたドラマが路上だったと思うんですけど、うん、なんか僕ディエゴ・アルマンド・マラドーナってサッカー選手をすごい尊敬してる、うんうんうん、歌もあるもんね、うん、なんかロックっていう音楽も、うんまあ、レゲエなんかもその一環なんですけど、うんうん、でビート文学もそうなんだけれども、うん、根底にあるのは刹那的な自由を体現してるところなんですよね。でジャック・ケルアックは最終的にそれゆえに要は物理的に自由を求めると打ち破れてしまう、うん、で彼がアメリカ中を旅してニューヨークからサンフランシスコまで何日もかけて最後にたどり着いた時にもうここから先に道はない、うん、そしてたどり着いた場所にはやはり同じアメリカしかなかった、うん、もう僕にはどこにも行けないんだっていう絶望感を記すんですけど、そこで精神の世界に行くんですよね。人間は自分の心の中ではどこまでも自由になれるんじゃないかっていう、でそれって多分その後カウンターカルチャーがこう東洋思想とかに走っていく一助になってると思うんですけど、まあ端的に言えてないですね。でも自由への渇望というか気球から生まれたアートフォームっていう部分がすごく強く惹かれてる部分ですね。まああのケルアックはサンフランシスコで泊まったけどもうどこへも行けないって、でもあの